疲れ様です。今日は3月1日です。時間にして朝6時13分です。月が変わりましたので月足を見ているんですが、大きな陽線がここに出ておりますね。で、大きな陽線がこの3つのプライス、133円と135円のプライスがありますけども、こちらの上と下両方に顔を出してるんですよ。上と下にね、まあ、ですんでこの月足でちょっと判断つきかねるのは、一体ですね、価格帯が円安の方向に展開されるのか円高の方向に展開されるのか、ちょっとここではつかみかねてるってところですよね。ですんで月足が確定するまでどっちの方向に、まあね、帰結するのかってところをちょっと見ておきたいかなってことです。ちょっとこの月足の方向性がいまいちつかめないっていうところが、まあ、現状ですね。まあ、ヘッド&ショルダーの形に見えなくもないんですけども、結局こっからヘッド&ショルダー作るとしたら、こっちの方にね、円高の方に舵を切るのかなと思いますけども、その辺もわからないってことなんですよ。はい、それではね、週足の方に行きましょうか。ちょっと方向性がわからないのが月足なんですけども、週足はどうでしょうか。週足はですね、上昇トレンドをこう見している中で、一応ねこの3本の価格帯を抜けたわけなんですよね。で、こっから3本の価格帯にもう再度入っていて、こちらの円高の方向に進んでいくのか、それとも上の方に向かっていくのか、ここを週足でも注目していきたいところだと思います。まあ、今のところね、どっちと匂わせるようなところが特に特徴がないので、ここも様子見ですね。あの、本当ね、月足と週足でこうやって判断つきかねることってあんまりないんですけどもね。はい、で次は日足になります。まあ、日足は一定の方向を指し示しているところが見えると思います。上昇トレンドですね。まあ、ですので日足レベルだったらまだまだね、上昇に向かうというふうに思っていいんじゃないかなと思います。とりあえず次のペースっていうのは138円付近まではこのまま進んでいくんではなかろうかと思いますね。137円の755が当面の切り板になってます。じゃあ4時間の方です。4時間はもうね、一方的な上昇トレンドを見せてますので、特に迷うことはないかなと。迷うとしたらその角度ですよね。ここは角度が急だったんですけども、ここはまあ若干横ばいになって、で材料でドカーンと上の方に出たところ、また今度ね、ちょっと横ばいになりつつあるかなってことです。横ばいになりつつあるというところですね。で、昨日ちょっと迷ったんですけども、1時間の横に展開していく、まあそのためのね、レンジっていうのをどこで測るかってことですよね。今のところ上底過程をここで取ってもいいかなと思ってますんで、軽く仮にですね、とりあえず3月1日はこの切り板で取っていきましょう。一応書いておきますね、ここへね。135円の855、あれ、135円の855、なんかカンマになっちゃいましたね。まあいいや、わかるでしょカンマにしときましょうか。もう意味がわかると思いますんで、もう特に修正しませんけど、なんでこうなっちゃうんでしょうねやべ、修正していきましょうか。こんな感じです。はい、この間でだいたい1円の幅ですか、90ピップスぐらいの幅ですか、1円10ピップスかな、90ピップスで、ね、やっぱりね、90ピップスの幅で上下が取れてるかなと思います。これでいきましょうか。当面こっからどういう風に変化していくかってことを絞り込んでいきたいと思います。はい、本日は以上です。あ、簡単に終わりましたね、結構ね。